レトロ自販機王国群馬。はい、皆さんこんにちは。マルタチャンネル、マルタです。私は今群馬県で一番気になるレトロ自販機のお店に向かっています。そこは私が行ったことのある群馬県のレトロ自販機のお店の中で一番お客さんが少なかったお店です。前回訪問させていただいたのが1年半前ですが、現在はどのような状況か気になります。とその前に1店舗気になる場所があります。群馬県前橋市の一本松商店のレトロ自販機です。たまたま Google マップを見て見つけましたら、一体どんな自販機が置いてあるのでしょうか。気になります。前橋市街地から赤城山に向かう県道の途中に一際目立つ朱色の鳥居があります。赤城山大鳥居です。とある研究結果によると、男女の年代別で最も幸福度が低いのは50代男性だったそうです。私がレトロ自販機の旅をしているのも、そんな状態から抜け出したいからかもしれません。こうしてレトロ自販機旅を続けていると、昭和のぬくもりと若い頃の思い出がオーバーラップして、当時に戻ったような錯覚を起こしているのかもしれません。到着いたしました一本松商店街のレトロ自販機です。今回の動画は、まるこちゃんにナレーションをお願いしたいと思います。了解です。一本松商店に来たまるとさん。どうやら見つけたようですね。アイスクリームの自販機です。一応電源が入り稼働しているようです。ディスプレイは色あせていますが、実際販売しているのでしょうか。その他は飲料水の自販機がずらっと並んでいました。この自販機の数を見ると、結構お客さんがいるのかもしれませんね。最近は見かけなくなった公衆電話もありました。そしてもう一台、井村屋のアイスクリームの自販機です。こちらは電源が入っていないようで、非稼働です。これだけ多くの飲料水の自販機があると、何を買っていいか迷ってしまいますね。そして奥にも何かあるようです。こちらの汎用機には、スナック菓子などが販売していました。種類も豊富です。後ろ側にももう一台。こちらもお菓子の販売機です。周囲はこんなロケーションです。それではそろそろ本命の群馬県前橋市にあるオレンジ3号さんに行ってみましょう。以前も気になっていましたが、世界の名犬牧場。めちゃくちゃ気になります。世界の名犬牧場を過ぎると、間もなくオレンジ3号さんが見えてきます。着きました。オレンジ3号さんさんです。以前はオレンジハットさんでしたが、現在はオレンジ3号さんに変更になっています。店内が暗いので営業しているか分かりづらいですが、営業しています。おそらく国道353号線沿いにあるので、オレンジ3号さんなんでしょうか。かなり渋めの外観ですね。それではいざ入店です。お
邪魔いたします。現在の時刻は8時半。店内にはお客さんはいませんでした。とても静かです。この時間帯だからなのでしょうか。ゲーム機の電源はすべてオフになっていました。ちょっと奥を覗いてみましょう。電源は入っていませんが、ゲーム機が置いてあるだけで癒されるのはなんでなんでしょうか。店内は想像以上に広いです。壁面には UFO キャッチャーがずらっと並んでいますね。このお店は独特な雰囲気があって大好きな場所です。静まり返った店内が妙に落ち着きますね。一番奥には飲食スペースがあります。以前、視聴者さんに教えていただきましたが、この場所にかき氷自販機があったそうです。そして先ほどの一本松商店さんにもありましたが、アイスクリームの自販機。隣には汎用機が設置してあります。そしてタバコの自販機とゲーム機が1台。その隣には両替機が設置してありました。そしてお目当ての御三家麺類自販機が設置してあります。残念ながら調整中のようです。ちなみに天ぷらうどんは330円。天ぷらそばは350円でした。ということで、御三家のうどんが食べられないので、こちらのカップ麺を今日の朝食にしたいと思います。普段見かけないような商品のラインナップですね。前回は気づきませんでしたか？なんだか面白そうです。それでは早速、買ってみたいと思います。こちらの丸太ラーメンにするか、それとも焼きそば。低糖質ロカボって何でしょう？めちゃくちゃ気になりますが、今の気分は丸太ラーメンポチッとな。食べたことなかったので、面白そうなので買ってみました。マルタイラーメンって何でしょう？お湯はこちらで注ぐことができます。セットしたら給油ボタンをポチッとな。ちょうどいいところで指を離します。あとは3分待つだけです。以前はこちらのアイスクリーム自販機の隣に日本で1台、いや世界で1台のかき氷自販機が設置してあったそうです。最近では栃木の仲良し自販機コーナーさんにもかき氷自販機が復活しているようです。ちなみに丸太ラーメンは福岡県に本社を置く株式会社丸太が製造・販売する即席棒状麺のラーメンです。1959年に発売され、60年以上にわたって愛され続けています。正式名称は丸太ラーメンですが、棒のようにまっすぐな麺にちなみ、棒ラーメンの愛称で親しまれているそうです。麺は細く、味付けはどちらかというとさっぱりした味付けでした。後でネットで調べたところ、こちらのカップ麺の丸太ラーメンは本来の棒ラーメンの
マルタイラーメンと違い、かなりあっさりしているそうです。なので、全く別物というレビューもありました。オレンジ353さんは前回もほとんどお客さんがいませんでしたが、地域の方が畑仕事の帰りにうどんを食べに来たりしているそうです。今もなお生き残っている自販機のお店の特徴は、地域の固定客がいるところ、もしくは観光地化していることが条件のようです。麺類のカップや余った汁はこちらに捨てることはできます。せっかくなので、後ろにあるアイス自販機のアイスを買ってみたいと思います。それでは早速、特デカチョコバーを買ってみたいと思います。当たり判定を待っている間がワクワクしますね。どうやら外れのようです。特デカチョコバー、安くてボリュームがあります。今日は朝から重めの食事になってしまいましたね。店内のゲームをやってみようと思いましたが、どれも電源が入っていませんでした。今日はせっかく群馬まで来たので、群馬のグルメを楽しみたいと思います。群馬といえば焼きまんじゅう、そして上州もつ煮ですね。今日はレトロ自販機御三家の麺類自販機は調整中でしたが、調整中というよりはむしろ品切れだった可能性があります。もしかしたら朝は補充の時間の関係で品切れの可能性が高いのかもしれませんね。レトロ自販機よ、フォーエバー。ちなみにトイレはお店の裏側にありました。それではネットで一番評価の高かった焼きまんじゅう屋さんに行ってみたいと思います。お店の方は気さくな方で、まんじゅうを焼きながらいろいろ話しかけてくれました。たくさん売れているようで大変忙しそうでした。あんこ入りの焼きまんじゅうが人気のようですが、夏場は販売していないそうです。普通の焼きまんじゅうを2本買いました。せっかくなので冷めないうちに食べてみたいと思います。群馬ちゃんの包み紙が可愛いですね。こちらが出来たてほかほかの焼きまんじゅうです。美味しそうですね。それでは早速いただきましょう。まるでパンのようなふわふわ食感です。甘じょっぱいタレが香ばしくて美味しいです。タレがベタつくのがあまり好きではなかったんですが、これはベタっとしていないのは不思議です。ペロッと何個でも食べられそうです。続いてこちらも評価が高かったもつ煮を食べに行ってみましょう。上州もつ煮食堂こよりやさんです。県外からのお客さんも多く混んでいました。もつ煮定食1000円です。出ました。こちらが上州もつ煮食堂こよりやさんのもつ煮定食です。美味しそうですね。見た目は辛そうに見えますが、食欲が進むちょうど良い辛さです。どうしてこんなに柔らかいのでしょう。上ごとしただけで潰せるほどの柔らかさです。もつご飯、もつご飯、もつご飯の無限ループです。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。